はい、今回はですね、筋肉マンの最新話である第365話の、感想をお話ししていきます。そのため、最新話のネタバレなどが含まれる内容となっていますので、視聴される際にはご注意ください。ということでね、まあ、このね第365話なんだけどね、結構見どころ盛りだくさんだった感はありますね。はい、早速、前回のあらすじからいきましょう。ジエクスキューショナーから次々と明かされる真実、その中でもバベルの塔の試練っていうのは、神になるのにふさわしい超人を選抜することが目的であるということね。それを知った時、リアルディールズに、心境の変化が生じてしまいます。この事実を知ったことで、神になることを目的にして戦い始めるものや、まあ、ライバルと戦うことを目的に独断で行動し始めるもの、まあ、団結していると思われていたそのリアルディールズに不協和音が生じ始めてしまったのかっていうところで終わっていたんですよね。で、次に今回の感想ですね。まずはこちらです。はい、まあ、ウォーズマンなんですが、明らかにねロビンのことを引きずっている感じでしたよね。まあ、しかしね、この展開はむしろねウォーズマン勝利の可能性が高くなったんじゃないのかなとは思いますね。まあ、対戦では、まあ、序盤こそね苦戦しそうかなーっていう雰囲気、まあ、ポーラマン戦みたいにねあるんですが、そこは正義長寿の司令塔としてね、まあ、確実に勝利してくれるんじゃないでしょうかね。まあ、最近だとねドラマでも活躍していますしね、まあ、前田郷敦さんのためにも勝利するしかないのかなとは思っています。はい、で次にロビンですね。はい、前回いろいろと賛否両論巻き起こったロビンマスクなんですが、今回はねそのロビンの真意が明らかになっていましたね。まあ、第364話で話したことは、まあ、本音ではあるものの、あのような態度に出た本当の目的っていうのは、まあ、メンバーに危機感を持ってもらうっていうものだったんですよね。まあ、メンバーっていうか主に、ウォーズマンと筋肉マンですかね。はい、まあ、これについてはね、まあ、ほっとした反面ね、まあ、気を引き締めるのが目的ならばもっと言いようがあったような気はしましたね。まあ、ネプチューマンもそう言ってたんですけれども、というかね、あのアクション自体がそもそも必要だったのかっていうのはちょっとね思っちゃったんですけど、まあ、あのストーリーを盛り上げるためにもロビンもちょっとね頑張ったのかなとは思います。はい、それにしてもね、やっぱね、あのこれ他の方も言われていたんですが、ネプチューマンとロビンの会話がね良かったですよね。なんかダンディーな感じがしてね、今回あのこの2人の会話もねポイントの一つだったのかなとは思います。で、次にこちらですね。はい、まあ、あの今回のね超人たちのセリフを見る限りはですね、まあ、ネプチューマンも結構まともなこと言ってたんですが、まあ、バッファローマンがね要はリアルディールズのことを一番思った発言をしていたのかなとは思いましたね。はい、まあ、彼はね悪魔超人として行動するんだっていうことをね、まあ、筋肉マンたちに宣言する一方ですね、リアルディールズの結束の重要性も訴えていたんですよ。で、やっぱりその筋肉マンたちとね共に行動していることから、そのロビンマスクが巻いた火種って言っていいのか分かんないですけど、まあ、巻いた火種をちゃんと処理したりとかね、あと神の座を狙い始めたはぐれ悪魔超人コンビの対応などにもちょっと気苦労しそうかなとは、そういう役割になっちゃうのかなとは思いましたね。ただね、サンシャインはその点大丈夫かな。だから、まあ、アシュラマンに関してはサンシャインに任せておけば大丈夫っていうところはちょっと自分は思っていますね。はい、あとはやっぱね、そのバッファローマンって前の動画でも言ったように、そのウォーズマンと筋肉マンと対戦したことはあるんだけど、それほど絡みはないのかなとは思うんで、あの3人の組み合わせっていうのはすごく楽しみですね。シングルマッチでもタッグマッチでも結構面白そうな感はあります。で、次にこちらですね。あの待望のシングルマッチかっていうことで、今回ね、まあ、次回からね本格的に対戦が始まると思われるんですが、リングインしたのはネプチューマン1人だけだったんですよね。この展開はネプチューマンのシングルマッチを期待していいっていうことでしょうかね。まあ、あの途中からタッグマッチになる可能性もまだ残されてはいるんですが、そのネプチューマンにとってね実質的に初か
なこれね、初のシングルマッチなんでね、どんなね新しい技が登場するかっていうのは楽しみですね。クオーラルスペシャルとか持ってるんですけど、やっぱそのいろんな意見を拝見させていただくと、ネプチューンはテリーマンとはまた一味違ったねクロード好みの渋い技が多いんじゃないかっていう意見もあるんですが、それもなかなかいいんじゃないのかなとは自分思ってたりしてます。で次、これが最後なんですが、今回の一番大きなポイントだったかもしれないですね。はい、ネプチューマンの対戦相手っていうことで、これはちょっとっていうかかなり興奮しましたね。ネプチューマンの対戦相手はね、要はネプチューンキングとかザマンが身につけていたものと同じものをね、装着していたんですよ。すなわち武道そのものの姿をしていたんですよね。名前どうなるのかな、ビッグザ武道、ストロングザ武道ときてね、なんとかザ武道になるんでしょうかね。果たしてね、その正体は何者なのでしょうかね。今回の長身の姿を見たときね、自分はね、ある展開をパッて思い浮かんだんですよね。それはね、ネプチューマンと対峙しているその長身、武道の姿をしている長身っていうのは、ひょっとしたら相手によって見える姿が違うタイプなのかなともちょっと思っちゃった。これね、なんでかっていうとね、以前、セイントセイヤにいたんだよね。そんな敵。はい、他の漫画にも登場してたかもしれないんだけど、要はポセイドン編でね、フェニックス一気にね、やられたやつなんですけど、なんだっけ、氷河が来た、退治した時に、なんかカミューに化けてが見えてたんでしたっけ、そんなやついたんですよ。だからパッとそれを思い浮かべてしまったんですよね。これについてはね、次回でね、明らかになるんですが、その可能性はちょっと低いのかなとは思っています。武道、武道の姿そのまんまかなとは思うんですが、いつまでね、姿で戦うのかも気になるところですね。オーバーボディ扱いで途中で脱ぎ捨てるんですかね。それか、もういきなり戦うシーンになったらドバってね、新たな真の姿を表すのかっていうのはちょっと気になるところではあるんですが、あとね、やっぱその邪悪誤信によってネプチューンキングの死体がね、展開に引き上げられているんで、彼が正体なんじゃないかっていう考察もあるんですが、果たしてどうですかね。ちょっとこれね、自分ずっとネプチューンキングの再登場を熱望してるんでね、期待はしてるんだけど、雰囲気がちょっと違う感じですよね。一人称がそれがしとか言ってましたからね。ただね、ネプチューンキングってもともと日本出身なんで、なんかああいう風になる前はそれがしって言っていたかもしんないですよね。本来はああいった落ち着いた雰囲気だったんですけど、なんですかね、マグネットパワーでおかしくなっちゃったんですかね。はい、直で言うとね、そんな感じで、とにかくね、次回がものすごくね、楽しみな、展開になってきたんですが、次回更新予定日は11月の29日の月曜日っていうことで、2週間後ですね、ちょっと1週間我慢しなくちゃいけないんですが、ちょっとじっくりと待っていきたいかなと思います。ちなみにね、11月の29日は超人総選挙2021の結果発表でもあるんでね、そういう意味でもすごく楽しみですね。はい、ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。